やっと戻ってきやがった。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭とした得たのだ。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるため、勤王党はもう高知城包囲の準備はできています。明日だ。そこで全て型をつける。誰だ。土佐は未来はお前に。新選組に入隊する。もうこれ以上安さんを殺した犯人を追う必要はない。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃ分かるはずだ。もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。あの西郷先生の一声で火事を切らはりますえ。お客はんは先生に高を買われはりましたな。お前がしていることはそんなに誇らしいことなのか。でもそんなことをしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのか。おやっさんが誰になぜ殺されたのか、それが分からない限り一歩も前に進めやしねえんだ。プレイステーション。